おすおす、どうも、炭酸のお兄ちゃんです。本日はかなり遅くなりましたが、パレットさん開発の、9全クリ&トロコンを無事に終えたので、まあ結構前に終えておりましたけど、コメントで、以前いただいた通り、レビューお願いしますとコメントいただいてたんですけど、やっていきます。ゲームレビューっていうか、まあ感想動画は結構、ね、初めてやります。まあ初めてだからなんかレビューって、そのネタバレありありで言った方がいいのか、なしの方がいいのかちょっと分からなかったので、動画2本撮ります。はい。9に対しての、今回のがネタバレなしの、レビューとなります。次はね、本編のネタバレを、まあ、完全に含んだ、まあ、ヒロインをね、一人ずつ熱く語っちゃおうかなと思っております。炭酸のお兄チャンネル。始まるよ。では9のねホームページを、開きながらちょっとレビューしていきます。はい、こちらがまあ、9のホームページとなってますけど、ストーリージャンルをねざっくり言うと、まあここにも書いてあるんですけど、ざーっと書いてあるんですけど、まあこれを、ざっくりまあ俺なりに言うと、まあ異能バトルものなんですよね。で、選択肢が、ほとんどない、まあ、ほぼない、いわゆるノベルゲーとなっておりまして、簡単に言うと、異世界から不思議なアイテム、アーティファクトが異世界から流出して、そのアーティファクトで能力が発現します。それを悪用する、悪者たちを倒し、さらに流出したアーティファクトを元の世界に戻すっていうのが、まあ、大まかな、話になるんですけど、この作品を、まあ、やり終えての、まあ、一言なんですけど、本当ね、この作品にね、出会えたことに感謝、しております。もうぜひね、アニメ化してほしいゲーム、ナンバーワンですね。マジでね、びっくり箱が多いんですよ、とにかく。ずっと、まあ、やってたかったっすね。買ったきっかけと言いますが、まあ、知るきっかけきっかけは、まあ、たまたま、その YouTube を見ていたときに、ソラちゃんっていう子、この銀髪の、この子が、彼がこの男の子が主人公なんですけど、かけるくんっていうんですけど、このかけるくんと妹の、実の妹のソラちゃんとの掛け合いがすごく面白くて、なんだこのゲームはと思って、まあ、調べたのがきっかけですね。そう、最初はね、その PC 版のエロゲーしかなくて、ちょっと買うのを、まあ、ためらったんですよ、一回。はい。なんですけど、よくよく調べたら、その一章一章ごとにバラバラで変えるので、まあ要は全部やらなくてよかったんですね。このヒロイン一人一人がこう一章ずつ分かれていて、ただストーリーは繋がってるので、それでもいっかと思って、この、一番好きなソラちゃんの第二章、空色、を、まあエロゲーでしたけど、まあ買って、で、このゲーム、プレステ4のとスイッチが出る完全版の、やつより前に、もう買ってやってました。まあ、なのでまさか全部ね、ストーリー込み込みの、まあ、新章プラス版が PS4 で出るなんて、まあ、正直、もう夢にも思わなくて、まあ、たまらず買いましたね。うわ、マジかと思って。ちなみに、まあ、生まれて初めて、買った色ゲーがこれです、はい、虎のケツの穴で買いましたね。虎の穴で買いました。はい、懐かしいな。今も大事にしまってますね。まあ、先にねマイナス面を言うタイプなので、その唯一のこのマイナスポイントを挙げるとしたら、ちょっとかなりね単調で、ゲームじゃなくて、まあ、ドラマ CD とかを、まあ、自分でルートを選びたい人にはちょっと不向きですね。まあ、ノベルゲーなんだから当たり前なんですけど、はい、そういう人向きではないですね。まあ悪く言うとね、これコメントもいただいたんですけど、まあ紙芝居を見てる感覚ですね。本当は悪く言うとね。しかしそのフルボイスで、まあそこら辺は補ってる気がしましたね。主人公がねボイスあるっていうのがなんかノベルゲーの主流なんですかね。まああまりそのノベルゲーとか、まあギャルゲーとか全然やらない方なので、主人公が声が入ってるっていうのがちょっとね、珍しいなと思いましたね。あとね、声優陣がね、ドンピシャで好きな人ばかりだったので、まあ最高でしたね。キャストあるんですけど、はい。まあ主人公はね、阿部敦さん。まあそして一番好きなね、ヒロイン、ソラちゃんを、まあやってるのが今一番ホットな、ホットで一番好きな女性声優、谷崎敦美さんということで、まあ最高でしたね。うん。ボリュームをね、めちゃくちゃ
ぷりです。だからなんかね、話が本当によくできていて、話が進むにつれてね、ぐわーっとね、世界観に飲み込まれていきます。日常パートとね、そのヒロインとのイチャイチャパートと、そのバトルパートに結構ね、ざっくり3段階に分かれていて、しっかり丁寧に描かれてますね。そんなにね、ギャルゲーとかノベルゲーやったことないから、まあちょっと比べようがないんですけどね、他と、はい、個人のちょっと感想なんですけどね、これやってみて、はい、本当にね、シナリオがね、とにかく良くて、絵の可愛さも、まあ、さることながら、その一人一人なんですかね、ヒロインにオープニングとエンディングがあって、伏線のその回収とかも結構えぐいなと思いましたね。うん、なんかね、本当ね、やればやるほどハマっていきますので、まあネタバレのなしのレビューはここまでかな。まあ、ぜひね、気になったけどまだプレイしてない方は、まあちょっとぜひね、買ってみて、はい、遊んでいただけたら本当におすすめいたします。マジでね、プレステ4を持ってる友達にね、貸してやらせて語りたいぐらい、マジで今年、買ってよかったもののね、トップ10に入りますね、この9。はい、ということで、次はネタバレありの、ま、感想、ヒロイン一人一人をちょっとね、語っていきますので、ぜひね、興味ある方はそちらもご覧になって、応援よろしくお願いいたします。チャンネル登録とグッドボタン、あとツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもしていただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということで、おっつおっつ、バイバイ。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。